はい、こんにちは、総合監督と申します。 eFootball これチャンピオンズカーです。今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、何月だ、4月か、4月度のスーパープロメンテスチャレンジやっていきたいなと思うんですが、今回サブアカウントではございません。なんとメインです。サブのね、プレミアムボールのたまりが悪かったのでメインです。はい、なんかメインの方がでもね引けるような気はするんですよね。ということで早速ちょっと見ていきましょう。やってきたのはバッジョ、ロベルト・バッジョですね。背番号10、美しいプレーで魅了する孤高のファンタジスタ、ロベルト・バッジョ登場ということで、グレードは109ですね。そしてショータイムもね、持ってるみたいな感じですね。今を戦いの者に次は未来を語る資格はない。辛辣今は戦えないよね。もうこれは現代人に向けたメッセージですよね。はい、こんな感じのショータイムが発動するんですね。なんか引けちゃう気すんねんな今日。そして、カスタムセンスついてます。ファンタジスタ、まさにファンタジスタですね。古き良きファンタジスタ、セレクトスキルを所持。セレクトは2つ、チップキックと超絶トラップですね。どっちの方がいいんかな。まあ、しかもポジションどこで使うのがいいのかなっていうのもね、あるからね、よくわかんないですよね。で、強力なスペシャルスキル所持、なんかわからんけど、そんな変な心配をしてしまうという。ディバイン・コディーノ。揺るぎない情熱と創造的なプレーで世界を魅了したファンタジスタ。一応見てみましょう。なるほどね、強力なシュートだ。で、ウィービングドリブルを持ってるとね。はい、ちなみに、ね、ディバイン・コディーノはゴールデン・サレカの上位ランクすぎる。まあ、なんだろう、センターフォワードで使うのが一番いいのかなっていう気はしますけどね。うん。で、こんな感じでスーパープレミアムです。5000万トロ記念ですね。で、あと抱き合わせできているのが、カンナバール。そして、オリバーカンカ。どっちもいいですよね。まあ、どうだろう。一応バッジョが一番欲しいけど、カンナバールでもいいかなっていうね、気持ちありますよね。で、カーンもいいよな、これ。このなんか、ドハツテンやったっけな。なんかめっちゃ強いやんな。ただなんかそんなに強いという、いつも使っている球を見たことないのはね、事実なんですけどね。なるほど、ということで、やっていきましょうか。はい。さあ、で、なんかガチャがね、無料のガチャも来てますよと、ね、いうことで、それも引いていきましょう。5000万トロッキネ。うん。で、考えて、一応これちょっと5000万、トロッキネのスーパープロメス11連ガチャ、どうなんでしょうか。20% ですね、今回。20% か。引くか。なあ、いっちゃおうか。OK。ということでやっていきましょう。まずは無料の方ですね。これ毎日。毎日いけんのこれ。暑くね暑くね、え、マジか。毎日いけんね。まあ、毎日行きましょうよ。全アカウントで毎日ひどきましょうね。さあ、行きます。おぉ、キーホードだぞ。おぉ、ひょっとするのか。まあ、でもあんまりな。こういう無料系で。あ、ないこれ。銀蹴ってるで。銀蹴ってるけども、なんかあるんちゃうこれ。ねえ。銀蹴って金派手やねんからな。なんかありそうやんな。パチンコとかやったらこれ確実になんかね、熱い演出ではあるんやけどな。これではそうでもないのかもしれない。わからない。星5は何枚引けるんでしょうね。1枚ぐらいは引ける？もう1枚ぐらい引ける？あ、ダメだわ。1個だけやわ。まあいいか。でも無料でいけんねんからありがたいよな。さあ、上がり幅結構いいぞ。トミーかまあまあまあ、ありやで、でも。うん。上限レベル上げれますからね。嬉しいな。いいセンスもついてほしいですね。はい、ということで、まあ、ね、とりあえず、あれは終わりにして、ダイナもなんかあんねんな。さあ、では行きましょうか。お遊びはここまでにして、バッジョを拾いに行きましょう。やっていく。さあ。ということで、いつも通り、33連いきたいなと思います。現在、レジェンドは一応ね、ジェラード1人のみ。でもなんかメインで途中引いたやつは、一発で引けたやつもあったんで、まあなんかこの、うん、一応、2回引いてることになるのかな。まあとりあえずいきますか。はい。まあ、とりあえずさらっと、22連はね、消化しましょう。もうこれはね、本当にもう3回目が一番ね、大事ですから。さあ、星を引きました。50% も引けた。これはありがたい。これあかんな。よう考えたら僕あれっすね。選手枠開けてこなあかんわ、これメインやったら。メインなんか、選手枠がね、すごい圧迫されてんねんな。とりあえずまあ、ここ、お、星子になったな、ここで。さあ、いいですね。誰これ？パボン。あ、パボンか！懐かしい！
ねえ、懐かしすぎるで、105、104、誰やねん。これはよくわからない。はい、さあ、気を取り直していきたいと思います。なんとか枠をね、まあ、広げてきました。このね、中段が吉と出るか、凶と出るか、なんか毎回言ってるような気がしますけどね。さあ、22連目は金旗です。まあでも、この金旗は多分しょうもないの当たりそうですね、さすがに。てか、レジェンドは金旗なのかって、まあ多分金旗やろな。もうそれも毎回言ってる気がするわ。当たらんからな、確認のしようがないっていうね。とりあえず一人金旗はね、確保してるみたいです。さあ、あれ出るかな、ダイナモ系出るかな、ワンチャン。ワンチャンあるよな、ダイナモも。あんのか期間限定カード、ここから出たことないかもしれんな。よう考えたら。お、ここで星5になりました。いいですね。なかなかの上がり幅、108、メレット。そして10連目、109、110と。はい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 。もうこれはもうあれですね。レジェンドじゃないです。確実に。110、102、113、114。ラウタロ・マルティネス。時代が時代ならですね。いやどんなんなんやろな、このラウタロ。でもまあ得点王ですからね。でも、そうやな。ストライカーのやつも確保できひんかったからな。来年に期待やね。はい。ということで、次行きますか。さあ行きましょう。3回目。果たして、レジェンド降臨なるか。来い、レジェンド。あら？いや、まあ。赤旗ってこともあるよ、レジェンドはな。そう。誰か教えてくれよ。レジェンドは金旗か赤旗なのか。教えてくれよ。この期待していいのか、期待したいはいけないのか。よくわからん。さあ、3連、4連。いや、マジか。このね、プロメテウスでね、しくった時が一番悔しいもんな。一番悔しいが何回もしくり続けてるけどね。9連目。さあ、10連目。うわ、星5にすらなってない、まだ。さあ、11連目、どうだ？ああ、結構上がりすぎ！やばる！お前か。はあ。いや、お前の才能は認めるよ。クレがすごいすごい言うてね、ほんまどんなもんじゃ思っとったけど、お前の才能認めるよ。さすがに2試合見ただけで思った。強い、こいつ、うまいというか、16歳とはほんまにとっても思えない。でも、まあ、将来的に考えたらここはまあ上がるやろな。将来的にね、まあ、16歳ですからね。そのまあ、25とかになった時、あと10年後がもう本当に楽しみですね。ただその時にね、ウィコレがあるのかどうかっていう話ですけれどもね。まあちょっと長いことね、話してしまいましたが。いや、悔しいじゃないか、これは。いや、まあしゃあないですね。カンナバールとか欲しかったな。壁、先手、うわぁ。しゃあないな。はい、ということで、まあ今日はこの辺で終わりたいと思います。とても悔しい、結果となりました。最後までご視聴ありがとうございました。